どうもパーシーチャンネルでーす。はい、昨今のね物価高に伴ってですね、食費を少しでも抑えようとジャガイモにもやしとキャベツを混ぜ込んだコロッケを作ってみたいと思います。そして今週の予定を発表したいんですが、今週の予定というよりまず一つ目はですね、今週の月曜日から今週の金曜日までですね、はい、この5日間で冬のリクエストパーシーストーリーを大募集したいと思います。原作の冬にまつわるストーリーのね、リメイクでもいいですし、ご視聴者様からの完全なオリジナルのね冬にまつわったリクエストストーリーでも大丈夫ですので、どんどんご応募ください。本日から11月4日今週の金曜日まで、募集してますので、コメントの方によろしくお願いします。はい、そしてもう一本、今週の月曜日、今日ですね、今日の夕方には第7回ヘンリーを探せをアップしたいと思います。前回のヒロを探せはかなり難しかったみたいだったので、今回は初心に戻ってお部屋で撮影してみました。さあ今回も5問ですよ、頑張ってくださいね。さあコロッケの方も小麦粉、卵、パン粉をつけて揚げる準備 OK ですね。さあそして今週の水曜日、11月2日の水曜日にはパーシーストーリーの第158話、にゃんこ大戦争編第3話ですね、こちらの方をアップしたいと思います。今回はねかなりクロランドがメインとなるストーリーになってますので、お楽しみにしていてください。そしてね、ちょっと今週は月末と月始めっていうのもあって、ちょっとねいろいろ忙しいので、動画の方は11月の5日の土曜日が今週最後の動画となります。それは、はい、今週ね募集しましたリクエストストーリーの発表動画になります。そしてね、先々週からもいろんなとこ行って、あのカプセルプラレールのシリーズ100のガチャ探してるんですけどね、先週もねちょっとイオンスタイルとかイオンモールなんかも行っても探したんですけどね、全然もう置いてなくてね、やりたくてもできないって状態が続いてますが、今週もねまたちょっと普段行かないところとか寄ってみて、もしありましたら、最後ねシリーズ100ガチャやってみたいと思いますので、まあもしガチャ回せたらその動画もね今週中にはアップしたいと思います。はい、ということで今週のね、予定のおさらいとなります。今週の月曜日、今日から今週の金曜日までリクエストストーリーを大募集します。そして今日の夕方ね、ヘンリーを探せアップします。そして今週の水曜日はパーシーストーリーの158話目ですね。そして今週の土曜日は、月曜日から金曜日まで募集しましたリクエストストーリーの発表となります。ということで、あっという間にコロッケができたみたいですよ。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いいたします。それではまたご覧ください。バイバイよー。